どうも、一生声掛け中のものです。今日紹介するのはホンダ CR-V 1.5 リッター直噴ターボモデルです。この CR-V の全幅は 1855mm、 約 1.9m なんですけれども、これちょっとイメージできない人は、近所にいる西アフリカ小人ワニ、西アフリカ小人ワニを頑張って捕まえてバーンすれば大体一緒です。全幅は結構あるですね、 CR-V なんですが、意外に運転はしやすいんです。それはなぜかというと、ここ左右のボンネットの峰、このエッジが立っているので、運転席から見る景色に目安ができるんです。このため取り回しがいいんです。ヘッドライトチェックします。スモークつけます。ヘッドライトローつけます。ハイにします。戻します。フォグつけます。ハザードつけます。なお CR-V のデザインの見どころは、前後のボディの絞りと、それに対応するフェンダーの位置関係です。これ結構特殊なんです。例えばフロント、ボディのサイド面を見ると、 CR-V 実はですね、意外に中央部が膨らんでいて、前後は絞り込まれているんです。これはですね、空力性能を改善して燃費性能などをアップさせるためです。でもフロントはあまり絞りすぎると、顔の面積が小さくなって、貧相な SUV っぽくない形になってしまいます。そこでボディのラインはこのように絞ってきてるんですけれども、フェンダーの面はですね、大きく張り出すことによって空力と力強さの両立ができてるんです。結構考えられたデザインなんでした。それはリアも同様で、ボディの側面は全体には絞ってきているんですけれども、フェンダー部分だけは大きく張り出すような形になっています。サイドに回ってきました。 CR-V の全長は 4.6m と、実はですね、想像よりは短めのものなんです。だけれども、このように見るとですね、とっても大きな車のように見えます。それはデザインに秘訣があると思っています。例えばなんですが、このドアの高さですね、肩口が高く、そして下まで分厚い造形になっています。相対的にウィンドウは上下に薄いものになっていて、全体で筋肉質なイメージを持たせることに成功しています。サスペンションはフロントストラット、リアはマルチリンクです。それにしてもいい色ですよね。静岡おでんよりも黒いです。テールに回ってきました。リア周りで注目はこのテールライトです。最近の車の傾向とはちょっと違ってですね、縦方向に伸びるラインを強調しています。これはですね、 CR-V の伝統的なフォルムです。初代からの共通項です。そして注目はここ、ボディサイドにエッジが立っています。横を流れてきた空気がですね、スパッと後方に流れるような処理です。さらに注目なのはここ、最低地上高を FF で 200mm、 そしてこの四駆では 210mm も確保しています。結構本格的。テールライトチェックします。テールつけます。ブレーキ踏みます。リバースに入れます。ハザードつけます。搭載されているパワーユニットは 1.5 リットルの直噴ターボ VTEC、 190馬力、240ニュートンの出力です。ラゲッジチェックをします。このようにですね、キーを持った状態でトンボの長渕剛キックをします。するとこのように開きます。便利ですね。ラゲッジはさすがパッケージの鬼のホンダです。とっても広大です。このように成人男性もゴロンと入ることができます。これだけのスペースがあれば、体長1メートルのちょっとあの気持ち悪いフクロウナギを捕まえて、ゴロンゴロンと1頭横1頭縦で入れることができます。ちなみにラゲッジアンダー部には四駆にもかかわらず、このように大きなスペースがあります。トノカバーは巻き取り式です。このように引き出してかけて使います。ラゲッジの拡大はシートを倒します。まずトノカバーを外しまして、このラゲッジ脇にあるレバー、これを使っても、自動で倒すことができるんです。反対にもあります。簡単です。リアシートです。細かい片押しラインが入っていて高級です。リアシートチェックします。非常に間口が大きく乗り込みしやすい。そしてですね、頭上空間かなり余裕があります。また足元空間も、私がフロントシートをセットした状態でこんなに空間があります。非常に座り心地いいです。
なおこの 1.5 リットルガソリンモデルにはですね、今回紹介する5人掛け仕様のほか、2列目がキャプテンシートになった3列目シート仕様もあります。なお肩のレバーでリクライニングも可能です。角度自体はそんなに変わりませんが安楽になります。また先ほどお見せした荷室拡大のためのリアシート倒しなんですが、この時実は座面も下がるんです。これによって低く格納できているわけです。また後席用のエアコン吹き出し口と USB ポートが2つとなっています。そして注目はこの下、この車床面が低くてそしてフラットなんです。すべすべ。リアシート中央にはこのようにアームレストが備わっています。また上方には左右独立のルームランプが備わっています。 CR-V で舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。ありそうな気がしますが、あるのかな、ないのかな、ありました、ライトもありました。100点です。フロントシートです。具がみっちり詰まっていそうな高そうな造形です。フロントシートチェックします。あ、座った感触は KATA、 硬いですね。硬くてスポーティーな座り心地です。シートの前後スライドはこのようにパワー式です。またリクライニングもモーターで行われます。さらにですね、この車特徴なのはランバーサポート、この部分のサポートがですね 4way で調整できます。前後に 35mm、 上下に 80mm も動きます。なんでこんなに動く必要があるのかは謎ですけれども、多分これなら欧米の方でもセットしやすいってことでしょう。インパネです。いろんなパーツがぎゅうぎゅうに詰まってます。ステアリングはチルトとテレスコの調整ができます。そのステアリングの奥には左右に燃料系と水温計、これがですねちょっと不思議な表示で赤い針を表すインジケーターがスーッと動いていきます。そして中央には液晶の複合メーターがあります。ステアリング手元のスイッチを使うことによってさまざまな情報を出すことができます。またこの車 CVT なんですが、ステアリング根元にはパドルセレクターがついてまして、任意に擬似的にステップ変速をすることができます。この車ドアの内張りにも注目です。ここにソフト素材が貼られていて高級感ありますし、ここにはココナッツサブレよりも茶色い木目パネルが貼られています。またアームレスト部分にはさらに柔らかな素材です。インテリアは全般にソフトパッドが使われていて上質な作りです。そしてこの木目パネルも効いてます。センター上部にはナビの画面、そしてオートエアコンの操作系があります。その下にはですね、斜めに設置されたシフトレバーがあります。パーキングブレーキは電動式です。またドリンクホルダーが2箇所備わっています。センターコンソール、この上部がですね前後にスライドしてアームを置きやすくなります。開けるとかなり広大なスペースです。またこの仕切りは取り外しが可能です。この車はセンターのスイッチで左右のシートヒーターを作動させることが可能です。ただこの車よくありがちなシートヒーターついてるのは嬉しいんだけども、なんか暑いっていうことがないようにですね、3段階の調整幅を持ってます。オンオフだけよりも実はかなり助かるんです。これルーフ上部にはこのようにサングラスホルダーが備わっています。途中で止めるとこのミラーで後席の様子をチェックできます。またその前方サンシェードの操作スイッチがあります。さらにガラスの前側は開きます。センターコンソールの左側にはですね、助手席の乗員用の2パッドが備わっています。優しい。この車車高が高い割には乗り降りが楽なんです。その理由はここ、このサイドシルの位置が低くなおかつ内側に行ってるんです。なのでこのように足さばきが楽になるんでした。この車前方視界も例のボンネットでいいんですけれども、実は左後ろこのウィンドウがですね、先代よりも大きくなったおかげで非常にこちらの視界もいいんです。またこの手の車ではですね、左車輪のあたりをですね見るために、以前はボンネットにこんな感じでですね小さいミラーがついてましたけれども、この CR-V はなくなりました。その代わりに
左ミラー下部にですねサブミラーが備わっています。これで左車輪のあたりをチェックできるんでした。190馬力の直四ターボエンジンはですねとても 1.5 リットルとは思えないような気持ちいい加速をします。スポーツカーのような加速というわけではないんですけれども、非常にこってりとしたトルクが出ていて天下一品も顔負けです。最新のターボ技術ってすごいんですね。また乗り心地やハンドリングに関してなんですけれども、一言で言うととっても上質です。こんだけでかいタイヤを履いているのに不快な振動がありません。これはですね振幅感応型ダンパーというものを使った効果が大きいと思います。このダンパー電子制御デバイスが入っているわけではないんですけれども、小さな振動の時にはダンパーの中で専用のバルブが開いてそこで対応します。そして大きな力が入った時には通常のダンパーで対応するということになっています。このためですね高速のコーナリング領域でもしっかりとダンピングをするのに、小さなコツコツもですねしっかりいなしてくれるというですね一挙両得の性能を持っているですねとってもいい子出来すぎくんなんです。この CR-V ではより自然なコーナリングを実現するためにですねアジャイルハンドリングシステムというものが採用されています。これはですねコーナリング時にですね内側のタイヤにだけブレーキをですねかけてちょっとつまんであげることでですねより自然にコーナーをクリアさせてあげるというものです。これは S660 などにも採用されている非常にスポーティーな走りにも対応する技術なんです。本当にねノーズがクイックイッと入っていく感じがよくわかります。いやちょっとね思わずにんやりしてしまうぐらい気持ちいいですこのシステム。というわけで CR-V はですね必要十分以上のパワーを出してくれる 1.5 リットルのトルクにですねウキウキしつつ、またどんな速度域でもですねまるで福島メーカーママドールみたいにしっとりとした乗り味が魅力のいい車でした。大変美味でした。ごちそうさまでした。